では皆さん、改めまして、午後の部として御用東映という会を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。では、簡単に、御用東映とは何かっていう、もうちょっとだけね、杉浦の方からお話しさせていただいて、であと、ハワイのお二人の簡単に自己紹介もお願いいたします。じゃあ、杉浦、よろしくお願いします。ここでいいかな。カメラ的にここで。ああ、確かに。大きいかなとか言って。ここでいいかな。お願いします。お願いします。もともと、僕が愛知県生まれでずっとヒッチハイクをして、愛知県育ちでずっとヒッチハイクで旅してたんですけど、2010年に東北全部回って、地震が起きて、で、その1週間後に僕がこっちに来て、まあ、できることがあればやろうということで、仕事もしてませんでしたので、何でもやってたら、仮設住宅が建ち始めて、これから何してほしいかとか、何が不安ですかっていう話を聞いていたところ、なんか忘れないでほしいっていう意見とか結構あって、それに対して何ができるのかなっていうところから、毎月11日に、あなたのもとでキャンドルを灯してメッセージを添えて、SNS に投稿してくださいっていう、灯火プロジェクトっていうのが始まって、それが2011年の11月11日から、まあ、今日までずっと続いてるんですけど、それをずっとやってる中で、りょうきさんとか、まあ、いろんな宗教者の方々とやって、このまあ、御用東映っていうのが生まれていったというか、毎月11日に灯し続けていく中でも、なんかこう、何かが分かっててやってるっていうよりは、これまあ何のためになってるのか分からないけど、とりあえずなんか続けてみようみたいな取り組みの中から始めて、2014年にキャンドル工房を気仙沼に作って、キャンドルの生産を始めて、っていうことをなんかいろいろやっていく中で、で、まあ、なんとなく、これはなんかでも、誰かのためにって始めたんだけど、結局、その始めたことが縁をつないで、またなんか僕のためになっているような気がしてて、なんかそういう思いがなんかボランティアとかもみんな口を揃えてそう言うんですよね。誰かのために来たけど、結局自分のためになって帰るみたいな。で、この構図何なんだろうなとか、なんかそういうこう、ちょうどそういうことを考えてたタイミングで、ロキさんと出会って、で、まあ、ちょっと仲良くなりまして、で、なんかこの概念自体が、ちょっとこう、法要とか、その、なんていうんですかね、お寺の世界観とかに似てるところもあって、で、僕もロキさんと話して、このお坊さんっていう立場の人が、まあ、僕らがやろうとしていることにもすごい親和性が高いなということに気づいて、ほんなら一緒にやりましょうよって言って作っていったというか、まあ、作られていったのがこの妙刀絵っていう、まあ一つの場ですかね。みんなで灯して宗教を超えてお祈りを添えるっていう。まあ、なんかこうそこで一人一人がこう何を感じるかっていう場なんですけど、中開けてもらうと青いろうそくが2本入ってきて、まあ、海と空を模してるっていうふうに言ってるんですけど、美空色っていう青をイメージして作ってて、でその2本っていうのにこうなんとなく意味を感じてもらえるような、ベースにしてて、まあ、震災がきっかけで始まったので、一本を、まあ、亡くなった人とか大切な人のために、そして一本を今生きている自分のために、まあ、今を生かされている自分のために灯すっていう、このなんか2本が、セットで何かそういう、なんだろうな、大事なことがこうなんか表現できるんじゃないかな。で、その後に、宗教を超えてお祈りがあるっていう。まあ、なんかつながりを感じたりとか、そうですね。なんかこう枠を超えるみたいなところで、何かそれぞれに感じられることがあればっていう場です。こんな感じですか。じゃあ、ハワイのお二人の自己紹介をお願いします。じゃあ、井上さん、まずどうぞ。はい、あ、
こんにちは、私井上由紀子と申します。この会に普段はもう竹林さんにいつも大変お世話になっておりまして、この会とも竹林さんにご紹介いただきました。以前は一度参加させていただいて、今回が2回目になりますけども、皆さんとご一緒できることをとても嬉しく思っています。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ私が、はい、ホノルル在住40年になります、竹林と申します。通称ハワイの竹ちゃんと呼ばれておりますが、今日はうち の, あのボスのですね、奈々さんが、特派員としてそちらに伺っていると思いますので、またよろしくお願いします。今日は本当に皆さん一緒にしていただけて、喜んでおります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本当に高橋さんは東北の支援を本当にずっと 何度となく東北に本当に自腹で通って、本当にたくさんの縁をつなぎながら、たくさんの人をこう、笑顔にしたり励ましたりしてきて、活動の中で僕らも知り合って、今ではこういうふうに妹にも一緒にさせていただいて、おりますし、僕ら以上に本当に、僕もハワイに何度も行っているんですけども、僕ら以上にもしかしたらハワイの、方々は日本のことを思ってくださってるかもしれないなというふうに思っています。皆さんぜひハワイに機会があったら、ハワイのタケちゃんに声かけていただければ。タケちゃんお待ちしてます。はい、はい、させていただきます。はい、ありがとうございます。では、これからともすという音を皆さんで始めていきたいと思います。はい、でまず私が、まずもって代表で私の日本ともさせていただきます。で正面に日本青いろうそく大きく、シンボルとしてつけさせていただいております。先ほど杉浦が言ったように、一本は追悼、一本は亡くなった人への追悼、もう一本は生きている私たちの祝福という、両方2つの意味でともして、おります。そして皆さんもそれぞれそれをそのつもりでどうぞともしていただいて、このともしびの前で祭壇というよりは、今日はね本堂でやるのでご本尊様も見守っていてくださいますけれども、そのともしびと私の中で感じるところを、しみじみと感じていただいて、ここに特に作法はありませんので、自分なりのやり方で、例えば少し静かにこう目を閉じていたいとか、手を合わせたいとか、その時催したら、ことで、いいですので、少しここで時間を、自分の向き合う時間を味わって感じていただければと思います。で、終わったらまたご自分の場所に戻って、杉浦さんの廊下のとこだね、あれね。はい、で、ご自分のまた静かに座って戻っていただければいい。その間、私は私の灯火を灯したら、静かに般若心経を唱えさせていただきます。般若心経、特にこう仏教だからということではなくて、私と世界の大きい命の営みというのは一つなんだということが説かれているところなので、こういう場にもふさわしいんじゃないかと思っています。はい、では、早速灯させていただきたいと思います。あ、ごめんなさい、もう一人は今から参加した。今からだけに今川さんという。面白い。真面目にやります。じゃあ皆さん、私から始めさせていただいて、こっちからじゃあこっちから順番で難しくなく。この灯火、さっき青いのから映した灯火ということで、ここから私は灯しますが、皆さんは私の灯火から灯していってくださって、なるべく上の段からで
上の段が埋まったらしょうがない。
よ。
では最後に、生きてほしいというものがともに幸せで安寧でありますようにのお供えをしたいと思います。皆さんもどうぞ場所をしたい方はどうぞご心配ください。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと地上と皆共に仏道上善ごと。はい、皆様ありがとうございました。ハワイの竹林さんと井上さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あの配信でお伝えするのはこれで。あの締めたいと思いますので、はい、じゃあ皆さんアロハタイで、アロハタイ、はいはいはい、ですお待ちしてます。はい、じゃあこれです。ありがとうございます。どうもありがとうございました。焼きそば食べに行きます。